今回選んだ湖畔サイトはすごくサイトが広いですね。設営が終了しました。今日は山中湖のザ508という湖畔のキャンプ場に来ています。で、予約したのは湖畔サイトになります。湖畔には白鳥さんもたくさん近くに寄ってきてくれています。とってもいい雰囲気の山中湖の湖畔のキャンプ場となっています。富士山はちょっと今雲がかかっちゃってるんですけれど、明日には素晴らしい眺望の富士山が眺められるんじゃないかなと期待してます。それではキャンプをしていきます。じゃあできた？できました。ありがとう。はい、ここのキャンプ場ね、綺麗だね、静かだしね、うん、富士山見えてきたよ。え、あ、本当だ。おお。雲がかかってない、かかってない。今上が、今太陽がね、落ちたんだよ、今ちょうど。綺麗ね、綺麗だね。お疲れ様でした。美味しいね。うん、美味しい。期待して。そうだね。うん、頑張ります。頑張ってね。はい。よし。こんな近づいてきたね。すごいね。うわ、美しい夕日の。かわいいね。今はなくて困る。ボーナスだな。
分。マジ。マジ。おお。いいんじゃないですか。いいんじゃない？ちょっと硬そうだね。なんか嫌な予感しかしないんだけど。硬そうじゃない？硬そうかな。なんかほら。いいんじゃない？ほら。嫌だ。嫌な予感しかしないんだけど。なんかきっと美味しいと思うよ。火は通っているけれども周りだけみたいな雰囲気。まあ食べてしてる。自然パワーで美味しくなるでしょう。そうだね。よし、じゃあこれで出来上がり。はーい、ありがとう。何？おでん。おでんを温め中。卵でしょ。大根、あ、もうグタグタになっちゃった。大根でしょ。これが揚げ？なんだろうね、ごぼう天みたいな。作りすぎました。はい。いただきます。甘くて美味しいじゃん。美味しいよ。なんか秋の味覚だね。ちょっとでもノートラクシンが残ってるような。うん。ほっくりした。いやー、なんか秋を感じるね。美味しい、この子。よかった。さつまいも。よかったよかった。美味しい。いただきます。うん、美味しい。え、美味しい。うん、あったかくて美味しい。じゃあ今度は味変で、汁かけバージョン。ありがとう。はい、味変バージョンいただきます。だしの効いてやっぱうまいね。めっちゃうまい。これもよかった。味変 OK。 よかったです、うん、なんか2回楽しめる。よかった、うん、さつまいもの炊き込みご飯を作って、おでんも作って、おでんの汁を少し後半にかけて食べる。やっぱ雑炊バージョン。雑炊バージョン美味しい。そうだね、リゾットじゃなくて雑炊だね。雑炊が美味しいです。これもお試しください。はい、アスパラ。アスパラ、はい、はい。ちょっと転がしたら、薄いもんね、これ。そうだね、回転させます。くっついちゃう。ふたばらだから油は多いと思って。うん。なんか油が落ちてきたね。そうだね。うん、すごい。はい。よし。マキシマム。マキシマム。うちはマキシマムが好きです。マキシマム。うん、はい。はい。振ったやつをいただきます。うん。うん、おい。うん、正解。マキシマム最高。うん、おいしい。おいしい。おいしい。大成功。大成功。私だよ。私だよ。なんで？一本ですか？え、俺まだ一本しか食べてない。そう。それ二本、三本目じゃない？いや。いや？うん。そういう恨みは恐ろしい。食の恨みは恐ろしい。そうよ。うん、美味しかった。焼いてよかった。うん、この置き火で焼けたからちょうどよかった。グーでした。グーでした。これそれ何？おもちゃ。おもちゃ。まあ、これはおでんじ。わあ。
明日ね、どうするか。明日そう、本気で考えないと、ね、行き当たりばったりだから。今回のキャンプとさ、まだ決まってないね。決まってないっていう恐ろしい。どうする、どうしようかね、考えないと。もうポンポンとしてるけど、なんとかなるし。まあなんとかなるよ。まあ今日は早くご飯を作って食べたから、うん、あとは早く寝るために早く計画をして寝られなくなっちゃう。寝られなくなっちゃう。やばいね。いつもさ、俺さ10時ぐらいにご飯食べ終わるっていう悪い癖があるからギリだからね。だってまだ何時ですか今。今あ、まだ7時だ。いやいいね。8時9時になって、そんな早い。8時、8時9時は寝るの早いだろ。4時5時に起きる。10時ぐらいじゃないの、寝るの早くたって。皆さんって何時ぐらい寝てんだろうね。聞いたことないけど。でも結構テントの中で電気つけてさ、早く、そんなに10時ぐらいに寝る人、まあいるね、中にはいるだろうけど、そんなに早くないか。まああとは酔っ払って寝ちゃうかさ。あ、あとこれ映画見てるとか。ああ、そう、そう、そういう人もいるから。すごいよ。欲しい。コンビニで買った照り焼きハンバーガー、ちょっと温めて食います。明日の計画をとにかく立てる。立てよ、うん、紙とくよ。立てます。立てます。よし。そろそろ寝ますか。寝ましょう。はい、寒そう。明日も早いしね。そうだね。焚き火あったかいけどね、うん、気温がすごい冷えてる、うん、4度ぐらい、5度。どうだろうね、まあ、5度、4度だろうね、うんうん、ということで今晩のキャンプはこれで終わりにして、明日の朝は近くの山を登りに行きたいと思いますので、この後は身支度をして寝て、で明日の朝は現地に8時か8時半ぐらいまでには着いて登り始めようかなと思います。快晴で赤い富士山、朝焼けの富士山も見ることができました。山中湖は結構今気温が低くて3度ぐらいです。で湖にはこういって感じ、こういった感じで幻想的なもやもかかってます。それにしても逆さ富士も映って綺麗な山中湖の湖面に映る富士山が見れて最高の気分です。今日はこれから登山に行こうと思っているので、この素敵な山中湖の富士山を眺めながら登山の準備をして山を登っていきたいと思います。だいぶ上登ってきた ね。
んない。すごい。すごい大きいね。びっくり。お騒がせしました。すごい。ちょっと手切ると思う。